山形5席は、山形県山形市の5つの席とそこから流れる、溶水の総称。2006年2月22日に、疎水百選に認定。戦場地に位置する山形市街地を、網の目のように流れているのが特徴であり、南から笹関、五天関、八ヶ護関,関、宮町関、総月関の5つの関がある。総延長は 115km に上る。 1624年、山形城主の鳥居忠政が城郷への水の供給と農業、生活用水の確保のため、前年に5日間の大雨で洪水を起こした、真見ヶ崎川の流路を変更し、合わせて川に5箇所の取水口を設けたことが始まりと文献が残る。通常こうした水路は、疎水と呼ばれるが、完成時取水口は、石と名付けられた。 このため疎水ではなく石と呼ばれるとされる。太平洋戦争前まで、五石は、農業用水や生活用水は、もちろんのこと、水車を利用した、製粉業、製米業のほか、料理、染め物、うなぎ丼屋など様々な産業にも活用された。また子供は、石で戯れ、家庭でも米を研ぐ水に利用するなど人々の生活に密着していた。だが、 高度経済成長期に入ると古積は生活排水、工業排水の流入により水質の悪化が急速に進んだ。こうしたことから利便性が重視され、石積み水路からコンクリート水路や暗記をに改修された。また1985年には、マ見ヶ崎川愛口投資港が共用開始し、マ見ヶ崎川からの取水が一箇所に統合された。その後、市による 下水道の整備で水質浄化が進み、2001年には有志によって後、石を地域振興に役立てようと考える会が発足。同会による清掃活動や啓蒙紙を結び、2005年頃には御天石や笹石でバイカモが生育し始め、ホタルも見られるようになった。今日では農業用水や防火用水機能のかに、県の歴史的遺産として保つため、 浸水空間としても活用されている笹石関五天関。ありがとうございます。